世界中の人々を衝撃のどん底に陥れた一枚の写真。この写真を見た世界中のネットユーザーたちは、中国人の野蛮さに驚愕していると言われています。さらに、CNN をはじめとする海外メディアも、この事件を大々的に報道し、中国を批判しているそうです。世界中の人々を驚かせた中国人の衝撃的な実態。これから徹底的に解剖していきましょう。中国には空間だけがあり、時間はない。世界的な哲学者ヘーゲルが中国の惨めな姿を見て残した名言です。時間が経っても何の進歩もない中国人の姿をたった一問で表現していたのですが、彼が残した名言は250年経った今でも有効だと評価されています。時代の流れに追いつけない中国人たちのせいで、世界中の人々が不便を感じているのです。実際に中国を訪れた多くの人々は、衛生面や不便な中国の現実に驚くことが多いと言われています。外国人観光客にぼったくり行為を行う中国人の態度も批判の対象の一つですが、しかし、そんなぼったくりさえも可愛らしいレベルに見えるような凄まじい事件が起きました。それは、中国で外国人を対象とした新型犯罪が横行しているというニュースでした。中国人が外国人のレンタカーのタイヤに南京錠をかけた後、金品を要求するという事件が頻繁に起きているそうです。中国は広大な国であり、車を借りて旅行する人々が多いことを狙った新型詐欺手口なのです。これを聞いた世界中のネットユーザーは、とうとう中国人が最後の一線を越えてしまったという反応を示しています。このような南京錠をかけられた外国人旅行者たちは、泣く泣く中国人にお金を支払わざるを得ないケースがほとんどです。中国人にお金を渡さない場合、車が南京錠で縛られたまま旅行スケジュールが狂ってしまうためです。ただ警察に通報すればいいのでは、と考える人もいます。そのように考える理由は、彼らが中国をよく知らないからです。中国は想像以上に常識が通用しない国です。時には、百言よりも一枚の写真が良いこともあるものです。今皆さんが見ているのは、タイヤに南京錠がかけられた中国の警察車です。新型犯罪を起こしている中国人たちは、自分たちを邪魔する人であれ警察であろうと構わず攻撃しています。さらに、患者を搬送中の救急車に対してもこのような行為を行う中国人がいると言われています。汚いお金を稼ぐために手段を選ばない様子です。彼らは遠くにある中国政府ではなく、地元の有力者たちに多額の賄賂を送っていると言われています。地方の権力者たちと犯罪者たちが癒着しており、中国政府でさえも彼らを制御できない状況です。日本のような国では想像すらできない出来事が、中国では日常的に起こっているのです。結局、アメリカ最大の放送局 CNN が、このような中国人の野蛮な実態を世界中の人々に告発しました。CNN のアンカーは深いため息をつきながら、中国人の情けない行為に世界中の人々が怒りを隠せない。中国政府は早急にこの卑劣な犯罪行為に対する対策を立てなければならないと怒りを隠さず述べました。CNN の報道を受けた世界中のネットユーザーたちは、私も以前中国旅行に行った際、こんなことにあったことがある。とても悔しかったが、旅行のスケジュールを狂わせたくなかったので、多額のお金を払わざるを得なかった。中国人の無礼さは本当に想像を超えるレベルだ。中国の街は汚く、人々は不親切で、公共交通はひどいレベルだから車を借りずには旅行が難しい国だ。そして今は、車を借りた外国人を狙った犯罪まで横行している。こんな国に旅行に行くのは本当に愚かな行為だ、として、中国人の野蛮さを批判しました。これらの批判にもかかわらず、中国人は世界中の批判に目と耳を閉ざしている状況です。中国のネットユーザーたちは、外国人のせいで中国人が被る被害はなぜ報道しないのか、外国人観光客に詐欺を働く人たちはどの国にもいるものだ。わざわざ中国だけをピンポイントで批判するのは、中国のイメージを悪化させるための西洋人たちの陰謀に過ぎない、として、自分たちに対する批判を受け入れていません。さらに、中国政府さえも、このような新種の犯罪を個々人の逸脱行為とみなし、特別な対策を打ち出していない状況です。犯罪を解決する能力も意思もない中国人たちのせいで、今この瞬間も多くの観光客が被害を受けています。中国人が心を変えない限り、世界中の人々は観光地リストから中国を除外せざるを得ません。実際に、中国を訪れる旅行客は年々減少傾向にあります。
中国人は外国人が中国に対する偏見を広めているとし、中国を訪れる足が止まった理由を外部だけに求めようとしています。自分たちの迷惑行為で観光客が減少したことを認めようとしないのですね。一方、中国の隣国である日本は反対に利益を享受している状況です。以前は東洋旅行といえば中国を最初に思い浮かべていた西洋人観光客たちが、最近では日本旅行を優先的に検討するケースが増えています。日本は中国とは違い、市民意識のレベルがずっと高いため、外国人を対象とした犯罪からはるかに安全な国なのです。最近ますます盛り上がっている日本ブームのおかげで、日本文化に対する関心もこれまで以上に高まっています。中国が自ら観光競争力を失っていく中で、日本は世界中から来る旅行客が投じる外貨を納めています。中国とは違い、素晴らしく保存されている日本の文化遺産も海外観光客を磁石のように引き寄せています。実際に東京に行けば、ガイドの親切な案内を受けながら観光を楽しむ外国人旅行客を見つけるのは難しくありません。福岡や沖縄など観光客向けに用意された場所で外国人が占める割合も次第に増えています。日本を訪れた外国人たちは、日本の優れた観光サービスに絶賛の言葉を惜しみません。時代の流れについていけず、アジアを代表する文化国家としての地位をしっかり築いている日本を中国が抑えています。私たち全員が遠くから日本を訪れた旅行客をより温かい姿で迎え入れてあげたいですね。今日の動画はここで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。